入れたてのコーヒーはいかがですか？慌てないで、コーヒーブレイクです。コーヒーは心の友達です。体調のためにスペシャルコーヒーを用意しました。入れたてのコーヒーはいかがですか？コーヒーは心の友達です。慌てないで、コーヒーブレイクです。体調のためにスペシャルコーヒーを用意しました。香りはいいけど、苦味が舌に残るわね。まだまだ改良の余地があるみたい。コーヒーの試飲です。
いろいろ豆を持っていたので、理想のオリジナルブレンドを目指していろいろ試してるんですよ。私の入れたコーヒーでみんなの疲れを癒せたらなって思って。ありがとうございます。だけどなかなか満足いく味が出せなくて、帰りブレンドは難航中です。もちろんですよ。だけどなかなか満足いく味が出せなくて、帰りブレンドは難航中です。でもいつか隊長にとっておきのブレンドコーヒーを飲んでもらいたいです。そのために日々の研究は怠りませんよ。はい、ありがとうございます。水の泡なんだから。これまでずっと我慢してきたじゃない。欲しくなっても誘惑に負けてはダメ。でも欲しいわ。欲しくてたまらないの。濃くてほろ苦いあの味が忘れられないのよ。もう我慢できないわ。ちょっとだけ、ちょっとだけならいいわよね。芯までほてりそう。もう私幸せすぎて死んじゃう。誰って、た、隊長？大丈夫って何がです？妙な声が聞こえたから心配になって様子を見に来た。別に変なことは何もしてないですけど、妙な声が聞こえたから心配になって様子を見に来た。普通に食後のコーヒーを飲んでただけなんですけど、カフェインを取りすぎると眠れなくなるから、本当は1日3杯までって決めていて、ずっと我慢していたけど、とうとう誘惑に負けちゃったんです。でも後悔はしていません。やっぱりコーヒーは美味しいですよね。苦み走った大人の味、最高です。扉から漏れてくる声がなんか色っぽかった。そんなことないですよ。コーヒーを飲むときはだいたいいつもあんな感じだと思うんですけど、幸せいっぱいで何も考えられなくなっちゃいます。そうだ、体調も一杯いかがですか？疲れた時にはコーヒーブレイクですよ。どういたしまして。それではこちらの椅子にお座りください。どういたしまして。それではこちらの椅子にお座りください。喫茶帰りの特製コーヒーをご馳走しましょう。おっと、その前に使っている豆について説明しないといけませんね。これはですね、ジャコウネコの糞から取られたコピルクワっていう豆なんです。独特の香りが楽しむことができて、フィリピン、インドネシアで世界一高いコーヒー、とても貴重な豆を使っているんですよ。で、寝ないでください。
ない。この辺りは育たないのかな。独自の豆を引いてコーヒーを入れたかったのですが、コーヒーの木が見当たらなくて、荒らされた土壌ではコーヒー栽培はできないのでしょうか。残念です。あ、でも見てください、あっちに生えている木になってる赤い実、なんかコーヒーの実に似てますよ。この実を使えばコーヒーが入れられるかも。そんなことないですよ、なんか食べられそうですし、きちんと実を引けばいけますって。最初の一杯はお世話になっている隊長にご馳走します。ぜひ感想を聞かせてください。毒味じゃないですよ、死因ですよ。最初の一杯はお世話になっている隊長にご馳走します。ぜひ感想を聞かせてください。って、なんで逃げるんですか。隊長、隊長、ばかり聞かされて退屈ですよね。え、いいんですか？え、いいんですか？私、コーヒーのことを話し始めると止まらなくなりますけど。本当に優しいですね。お言葉に甘えてしまっていいですか？私、コーヒーのことしか話せない人間なので、みんなに呆れられたりしたんですけど、隊長とだったら他の話もできるかも。例えば、そうですね、恋愛話とか。隊長の好きなタイプの女の子って興味ありますし。女子会だとみんな恋バナをするらしくて、真似をしてみたいんですけど。とにかくコーヒーのおかわりはたっぷりありますし、二
人で眠れない夜を過ごしませんか？別に変な意味じゃないですよ。コーヒーを飲むと眠れなくなるってことで、たわいないおしゃべりをするってだけですから。それじゃあ乾杯しましょう。二人の夜に。